中央線荻窪駅、駅の裏手に小さいが大変に真面目なカレーを作るレストランがある。チキンカラーです。はい、皆さん普通でよろしいでしょうか。辛口にしてください。普通でもちょっとガスバンぐらいの辛さなんですが、中辛ですと結構辛くなる。じゃあ中辛で。カウンターから見えるオープンキッチン、いつでもステンレスの壁がピカピカに光っている。店主の真面目さが見えるようだ。サラサラのカレーソースはスパイスを呼吸するがごとく、香り味とも素晴らしい。いつでも幸せなため息をついてしまう。一皿のカレーライス、とても儚いものだ。ご飯が乗り、カレーがかかり、それだけで完結している。食べ終わったらそれでおしまい。その儚さがいい。そんなことを思いながらスパイスを深呼吸してきた。またやってきていい空気を吸い込もう。